ただいまから筑波市ジョギングパトロール社会実験出発式を開式いたします。ぜひこの筑波を発信地としてですね、この新しい防犯ボランティア、市民一人一人が自分の立場で参加できるこのボランティア活動が県内全域に広まって、茨城県全域がもっと安全な地域になるということをまず期待をして、この出発式今日参加をさせていただきました。ジョギングに汗を流すということが地域の安全にも、皆さんの健康だけじゃなくて地域の安全にも大きく役に立ちますので、一つですね、一人でも多くの方にこの活動にご参加いただけるように皆さんのご協力をお願いいたしまして、ご挨拶いたしたいと思います。今まで防犯活動はやったことがなかったという方が、そんなに負担感を感じないで楽しくやっていただければいいな。つくば市には総延長43キロという、非常に素晴らしい空間ペデがあります。緑が非常に豊かなんですが、それがまた夜はですね、不安の原因になるとか、そういったこともあります。小学生とかの不安感が減っていくかとか、あとは犯罪発生ケース、決して多いわけではないですけれども、そういったものに変化があるかとか、そういったことを見ていきたいというふうに思っています。まさに、筑波初の活動として茨城県内全域、それからさらには全国に広まっていただくことを、期待して私のお話とさせていただきます。あなたはつくば市ジョギングパトロール社会実験の実施にあたり、参加者がパトロール実施に着用するビブスの図柄制作に尽力をされました。その功労をたたえ、ここに深く感謝の意を表します。どうもありがとうございました。元の位置を戻ってください。じゃあ、はい、よろしくお願いします。これより、より安全で安心のため、これからジョギングパトロールを出発いたします。今日皆さんが来ている姿を見て、とても嬉しく感じました。これを街で見かけることが多くなって、つくば市の安全安心がもっと確立されればなと思っています。気持ちはありながら、ボランティアパトロールができなかった方々にもご参加いただける新しい形だろうというふうに受け止めておりまして、そういう意味で非常に大きな期待をしているというのが今回のジョギングパトロールです。パトロール。